皆さん、こんにちは。私たちを日々楽しませてくれて、時には夢を与えてくれる歌手や俳優、そして生活を安全に守ってくれている人々など、この世界にはたくさんの人であふれています。しかし、そんな人々も何らかの理由によって自ら死を選んでしまう場合もあります。今回はすでにこの世を去った、自殺されたと言われている人物たちのエピソードをいくつか抜粋してご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。井上大輔、恵みの人や2億4000万の瞳などを作曲し、愛戦士や巡り合いなどのガンダムシリーズの主題歌を作曲するなど、さまざまなジャンルの楽曲を制作し続けた作曲家の井上大輔さん。井上大輔さんがいなければ、日本の音楽シーンは全く違ったものになっていたと評されるほど、凄腕の作曲家として名を馳せていました。そんな井上大輔さんですが、最後が誰も幸せになれない、とても悲しい内容となっています。井上大輔さんはミュージシャン、作曲家として活躍しました。J、ポップからアニメソング、CM ソングなど、その活動は非常に多岐にわたります。井上大輔さんは1963年にジャズ喫茶で演奏しているところを、ジャッキ、吉川さんと大橋さんにスカウトされ、それをきっかけに芸能界に入ることになります。ジャッキー吉川とブルーコメッツのメンバーとして、ボーカルにフルート、サックスに加えて作曲も担当しました。1972年グループ解散後は本格的に作曲家として活動を開始し、学園天国や恵みの人、2億4000万の瞳などヒット曲を連発。このように順風満帆な人生を送っていたと思われていましたが、2000年5月30日に58歳という若さで自殺してしまいます。自殺した原因と言われているのが病と介護。2000年3月に網膜剥離の手術を受けたそうですが、経過は芳しくなく、再度手術を受けたいと話していたそうです。加えて病気がちだった妻の介護も一人で抱えていたそうです。自殺していたところを発見した奥さんも翌年2001年9月15日に自宅で亡くなりました。奥さんも自殺と言われており、発見された時にはすでに死後数ヶ月が経っていたそうです。愛する夫が自殺している姿を見て大変なショックを受けたことでしょう。これまで多くの名曲を世に送り出してきた井上大輔さん、自ら命を絶ち、奥さんも後を追うという誰も幸せにならない悲しい最後となってしまいました。井上大輔さんの素晴らしい作品はこれからも多くの方に聞かれることでしょう。藤木隆、歌手としてデビューしヒット曲を連発しながら俳優としても活躍していた藤木隆さん、2020年9月20日未明、東京都中野区の一軒家を改造したアパートの2階で亡くなっているところを息子さんに発見されました。死因は公表されていないのですが、その亡くなった様子から自殺の可能性が高いと発表されています。藤木隆さんはその歌唱力とダンスの才を生かし、1960年代前半に2万4000回のキッス、ツイストナンバーワンなどのヒット曲を連発して、ツイスト男の異名で当時のツイストブームを牽引しました。しかし1962年人気絶頂の中で歌手引退を表明し、その後は俳優へと転身しました。新選組、必殺仕事人などに出演し、悪役や怪優としての評価も高く、数々の賞を受賞しました。ここまで順風満帆と思われる経歴でしたが、藤木隆さんは突然亡くなられます。亡くなった藤木隆さんの部屋からは、役者として続けていく自信がないと書かれた遺書が発見され、その内容からも自殺の可能性が高いと言われています。藤木隆さんは新型コロナウイルスの影響で仕事が少なくなり、また80歳という年齢もあって外出を控えていて、自宅で過ごすことが多かったようです。何か俳優として大きく自信を失うような事件が起こったのでしょうか。仕事が生きがいだったのかもしれませんし、コロナによる影響で仕事が減りつつあった現実と自身の年齢を考える中で、役者として続けていく自信がない
という言葉につながったのかもしれません。アパートの一室で一体何に悩んでいたのでしょうか。80歳のここまで成功を積み重ねてきた方がなぜ自ら命を絶つ決断をしたのか、真相は謎に包まれたままです。田中実、誠実そうで優しい雰囲気と献身的な役どころが大当たりし、人気俳優だった田中実さん、老若男女問わず高い人気を誇る俳優さんでしたが、2011年4月25日に東京自宅マンションにて首を吊っているところを発見され、44歳という若さでこの世を去りました。田中実さんは1987年に刑事ドラマジャングルで若手刑事役として出演して俳優デビューしました。1990年 NHK 連続テレビ小説リンリンとの主役に抜擢され、一躍ブレイクを果たすと温泉へ行こうで人気俳優の地位を確立しました。その後も様々な番組に出演し大活躍されていました。自殺された時も出演していた法医学教室の事件ファイル33はまだ撮影中だったこともあり、自殺を図った理由などについて様々な憶測が飛びました。田中実さんは1993年に3歳年上の一般女性と結婚し、奥さんと長男、長女の4人で仲良く暮らしていました。休みの日には家族4人揃って外食に出かけるなど、子煩悩なパパぶりは有名でした。家族仲はとてもよく見えて、夫婦仲も至って良好だったと言われています。しかし実は田中実さんは、温泉へ行こうで共演した矢部美穂さんとの不倫疑惑が浮上していました。ドラマの共演がきっかけで不倫関係に発展したと噂されましたが、関係者やスタッフも2人の関係を噂するようになり、どんどん話が広まったため2人は不倫関係を解消し破局したと言われています。ツーショット写真を撮られたわけでもなく、単なる噂に過ぎませんが、共演した他の演者やスタッフまでも噂するということは、相当2人の間に流れる空気が恋人同士のようだったということですし、噂の原因となる言動があったということでしょう。矢部美穂さんは2003年に暴露本青い告白を出版しており、その中で田中実さんと思われる男性との不倫を告白しています。本の中では不倫相手の男性は Y さんとされていましたが、描写された背格好などの特徴から推測すると、その Y さんというのが田中実さんである可能性が高いと考えられます。Y さんとの不倫については、2人の関係が Y さんの奥さんにバレて、奥さんが自殺未遂をしたと暴露されていて、かなりの修羅場であったことが書かれています。この Y さんが本当に田中実さんであれば、夫婦仲も良好で、仲良し家族だった田中実さんの暮らしは、不倫により一変してしまったことになります。この暴露本が、少なからず田中実さんの自殺に影響を与えたと考えられます。田中実さんが亡くなる直前、特にいつもと違った様子は一切なく、その頃のドラマ撮影でもいつもと同じだったといいます。家族も田中実さんの変化を感じ取ることはできず、普段通りの日々を送っていたと話しています。前日まで仕事の予定を確認していた人が次の日に亡くなってしまうなんて誰も想像もしていなかったでしょう。何の前兆もなく亡くなった田中実さんの訃報はニュースで大きく取り上げられました。落ち込んでいる様子や何かを抱えている様子もなかったそうなので、矢部美穂さんとの不倫疑惑が関係しているのかどうか、その死の真相は謎のままです。上島竜兵、計算し尽くされたリアクション芸や、やあ聞いてないよなどのギャグ、ムッシュムラムラなど同じ言葉を連呼するギャグ、モノマネなどで私たちを楽しませてくれた日本のお笑いトリオ、ダチョウ倶楽部の大ボケ担当、上島竜兵さん。もともとは俳優志望だったそうですが、上島竜兵さんと同郷でテアトルエコー付属養成所の同期だった寺門ジモンさんに誘われ、渡辺正行さんの元を訪ねたのがきっかけでお笑いの道へ入ることになります。人を蔑んだ笑いは嫌と語っていた上島竜兵さんは、いつも楽しい笑いを届けてくれました。しかし2022年5月11日午前0時ごろ、東京都中野区の自宅で自殺。まだ61歳でした。
テレビで見かけない日はないと言ってもいいほどの親しみ深い芸人さんだけに、あの上島さんが亡くなるなんてと、その突然の訃報に日本中が深い悲しみに包まれました。上島竜兵さんの遺書は公開されていないため、死因の真相は分かりませんが、報道では他殺の可能性は低く、自殺を図ったと見られていると言われていることから、自殺と考えられているようです。いつも笑顔で明るい印象だった上島竜兵さんですが、一体何が上島竜兵さんの悩みになってしまっていたのでしょうか。上島竜兵さんが亡くなった時期、世間はコロナ禍で緊急事態宣言が発令されるなど、一気に状況が変わりましたよね。考えられる死亡理由は3つで、まず1つ目はコロナ禍で芸風に悩んでいたということです。ダチョウ倶楽部の芸では3人が密着することが多いため、コロナ禍ではかなり苦戦していたようです。お客さんもみんなソーシャルディスタンスで盛り上がらない。ダチョウ倶楽部の芸は和気あいあい、みんな密なんだと語っておられました。2つ目が志村けんさんの訃報を受け入れきれていなかったこと。上島竜兵さんといえば、上島竜兵さんが人生の師匠と話していた志村けんさんがコロナに感染してしまい、突然亡くなってしまったのもまだ記憶に新しいですよね。仕事終わりには毎日のように一緒に飲みに行き、志村けんさんに「お前は彼女か?」と突っ込まれるほどの仲だった2人。そんな志村けんさんが突然亡くなってしまい、かなりのショックを受けたのは容易に想像がつきます。あまりに大きな存在だった志村けんさんのことを思うと、いたたまれない日々を送られていたのかもしれません。3つ目がコロナ禍で竜兵会の集まりもかなり減っていたこと。人生での楽しみや喜びを奪われてしまった、喪失感が大きかったのかもしれません。上島竜兵さんが亡くなった本当の理由は分かりませんが、これら様々な要因が重なり合って、上島竜兵さんは自死に至ったのだろうと考えられます。傍から見れば大勢の仲間に囲まれていても、自分の本心を仲間から理解されてないと感じ、仲間たちとは心が通じ合っていないと自覚していたら、それは単なる孤独以上の孤独感をもたらします。上島竜兵さんは多くの仲間に囲まれ愛されていましたが、心の深いところでは孤独だったのかもしれません。加瀬邦彦、ザ・ワイルドワンズの元メンバーでリーダーを務めていた加瀬邦彦さん、晩年はがんと闘っていましたが、2015年に自宅で自殺し、帰らぬ人となっています。慶応義塾大学法学部政治学科在学中の1961年に初めてのバンドザ・トップビーツを結成しました。その後他にもバンド活動をしたり脱退したり、いろいろな時期を経て1966年7月にザ・ワイルドワンズを結成。ヤマハ特注の得意の12弦ギターはワイルドワンズサウンドのようとなりました。1981年1月日本劇場取り壊しに伴う最後の日劇ウエスタンカーニバルにザ・ワイルドワンズのメンバー5名が集結し、出演したことを契機としてザ・ワイルドワンズの再結成話が持ち上がり、仕事の都合で参加を辞退した渡辺さんを除くメンバー加瀬、鳥塚、島、上田4名でザ・ワイルドワンズを再結成しました。1994年には食道がんの手術をし、食道と胃の3分の2を摘出したことを明かした加瀬邦彦さん、がんを克服し、きっと次は良いことがあるだろうと、夢と目標を持って頑張ろうと思っているとも語っていました。しかしがんも完治して大丈夫だろうと思った。10年後の2014年に次は下咽頭がんを発症し、声帯切除の手術により下肢生命を絶たれることに。そして2015年4月21日に自宅で死亡しているところが発見されました。死因は喉につけていた呼吸器を自ら塞いだことによる自殺だと言われています。音楽活動、人生と言っても過言ではない加瀬邦彦さんにとって、この咽頭がんは耐え難いものだったのかもしれません。同じミュージシャンで咽頭がんであることを公表したつんく♂さんと同様、手術後は食道発声法を練習していたそうですが、2014年7月には音楽活動の休止を発表していました。療養しながらもライブステージに立てないことに悩んでいたようで、亡くなる前には体調が優れなくなったそうです。突然の訃報で
世間に衝撃を与えた加瀬邦彦さん。音楽家から音楽を取れば何も残らない、そんな思いから自らを死に追いやったのかもしれません。藤圭子さんは演歌歌手で、娘はあの宇多田ヒカルさんです。藤圭子さんは2013年8月22日午前7時頃、東京都新宿区のマンションの前で倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。13階の部屋のベランダから転落し、遺書はなかったものの事件性はなく、ベランダに置かれたクーラーボックスを足場に、高さ 115cm の手すりを乗り越えたようで、死因は事故による転落死ではなく、自殺と断定されました。藤圭子さんは、浪曲歌手の阿部壮さんを父に持ち、母は三味線御前の竹山澄子さんという両親のもとに、3人兄弟の末っ子として誕生しました。幼い頃から両親に同行して歌を歌うようになり、旅回りの非常に貧しい生活を送っていたそうです。勉強はよくできたという藤圭子さんですが、家族を支えるために高校進学も諦め、小さな頃から苦労を重ねてきました。そんな藤圭子さんが17歳の時、北海道岩見沢で行われた雪まつり歌謡大会のステージで歌った際、レコード会社の関係者の目に留まり、そのまま上京することになりました。1970年にリリースした圭子の夢は夜開くは、藤圭子さんの代表曲となります。1971年には、当時共に人気絶頂だった内山田洋とクールファイブのボーカル前川清さんと結婚しています。しかし2人の結婚生活はわずか1年ほどで破綻し、翌1972年には離婚しました。離婚理由については、人気スター同士の多忙によるすれ違いとの発表がされましたが、後に前川清さんが夫婦生活自体がほとんどなかったことを語りました。以前のように歌が売れなくなってきていた藤圭子さんは、いつしか自由の象徴ともいえるアメリカへ強い憧れを抱くようになり、1979年にはついに引退を表明し、そのまま渡米してしまいました。そしてその時に出会ったのが2人目の旦那さんである宇多田照真さんです。1982年に再婚し、1983年1月には宇多田ヒカルさんが誕生しました。2000年7月21日には、人気絶頂の宇多田ヒカルさんのステージでたった一度っきりの母子共演も果たしています。しかしその頃には藤圭子さんはうつ病や統合失調症といった精神疾患に悩まされるようになっていました。藤圭子さんは娘の宇多田ヒカルさんの大ブレイク以降、ヒカルさんのプロデュース方針をめぐってご主人の宇多田照真さんとの仲が悪化、ヒカルさんの結婚を機に家族との縁を断ち切るかのように世界放浪の旅に出るようになったそうです。藤圭子さんの自殺の原因は、一部でささやかれていた宇多田照真さんとの確執、親子関係の崩壊が要因になったのではないかと言われています。藤圭子さん、宇多田ヒカルさん、宇多田照真さんの親子3人はほとんど連絡を取り合っておらず、絶縁状態に近かったといいます。さらに宇多田ヒカルさんのブレイクで手にした十数億円も、度重なる海外豪遊とカジノ三昧で底をつきかけていたそう。それらによる絶望感が重なったことで、藤圭子さんは次第に追い詰められていったのかもしれません。松本ゆり、2005年10月11日、あのマツケンサンバでも知られている松平健さんと結婚した松本ゆりさん。51歳と37歳の年の差婚で、えとが一回り違うと話題になりましたが、2010年11月15日に自殺しています。松本ゆりさんは新国劇出身の俳優天野真嗣さんと宝塚歌劇団オージーの若鈴子さんの夫妻のもと誕生しました。1983年に父と共にオールスター家族対抗歌合戦の父と娘大会に出場し、番組出演がきっかけでスカウトされ、高校在学中の1984年6月にアイドル歌手としてデビューしました。歌手時代の読み方は松本ゆりでした。高校卒業後は女優業に移行し、舞台をフィールドに活動を続けていました。そんな松本ゆりさんは松平健さんと結婚後、翌年に男の子を出産すると、
松本ゆりさんのお母さんが高齢で体調を崩されていたことから、やがて同居することに。松本ゆりさんは両親が離婚し、お母さんと二人三脚で芸能活動をされていたことから、お母さんとの結びつきがとても強く、常にお母さんと行動を共にされていました。お母さんの介護に力を注ぐため、子供の世話はベビーシッターを雇うほど献身的にお母さんの介護をされていたそうです。しかし2010年6月にお母さんが他界、その直後から松本ゆりさんは知人に死にたいと漏らすなど異変が見られるようになったそうです。お母さんの死で気落ちしていたところに育児疲れが重なり、うつ病を患ってしまいました。そしてまだ42歳という若さで自殺。自宅のドアノブにロープで首を吊っているのを泊まり込みのベビーシッターが発見したそうです。遺書の有無は明らかにされていませんが、うつ病を患っている松本ゆりさんにとって頼みの綱だったのは夫の松平健さんだけ。しかし仕事で留守がちだったため別居のような状態が続き、孤独に苛まれた松本ゆりさんは最愛のお母さんの後を追いかけてしまったのではと言われています。松平健さんは後に子育てや母の介護を完璧にこなそうと取り組んだ結果、パニック障害、不眠症、うつ状態を引き起こし、この3年はいろいろな病院にもかかりましたが、結局心通じ合う医師とは巡り合うことができませんでしたとコメントを発表しています。坂本真一、日本中をつないでいる有名な鉄道会社 JR は、 JR 九州、 JR 四国など地域によってグループ会社が存在しており、2023年時点で9つ存在しています。日本国有鉄道改革法の規定により、1987年4月1日に発足した JR ですが、これまで多くの人々に安全と安心、そして利便性を提供してきました。しかしその裏で JR 北海道の社長経験者が2人も自殺してしまうという闇ともいえる事件も起こっています。2011年には第4代 JR 北海道社長中島直俊さんが、それから約2年4ヶ月後の2014年1月15日には第2代 JR 北海道社長坂本真一元社長が亡くなりました。北海道を拠点として運用されている JR 北海道では、2023年現在までに8人の人物が社長を務めています。そのうちの1人、第4代 JR 北海道社長中島直俊さんは2007年に代表取締役に就任しました。しかし2011年9月に自殺。遺書には、全社を挙げて企業風土の改善などに取り組んでいる時に真っ先に戦線を離脱することをお詫びいたしますと記載されています。中島直俊さんは労政改革を推進し一定の成果を上げるなど活躍していますが、社内で発覚した36協定違反や労政改革を頓挫させようとする動きが生じ、労使総方から激しい攻撃を受ける形となったために憔悴していました。そしてこの中島直俊さんの自殺から約2年4ヶ月後の2014年1月15日に、2代目社長で当時相談役だった坂本真一元社長の亡骸が小樽市小田森海岸沖から西15キロの余市町余市港沖合100メートルの海上で見つかります。わずか2年余りの間に社長経験者が相次いで自殺する事態となりました。このような悲劇から浮かび上がってきたのは、約20年前から現在に至るまで他労組との平和共存否定という肩張りを掲げ、 JR 北海道社員同士の分断を弱気してきた同社の最大組合、北海道旅客鉄道労働組合 JR 北海道労組約5500人の異常な体質と、それと癒着した経営幹部によるいびつな労政によって蝕まれてきたものだと言われています。 JR 北海道では2011年5月27日、石勝線を走行中の釧路発札幌行き特急スーパー大空14号が脱線、トンネル内で停止したところ炎上し、乗客乗員79人が負傷するという大事故が発生しました。この石勝線特急脱線炎上事故を機に、同社が国鉄分割民営化以降抱えてきた闇が吹き出すかのように事故や不祥事が相次いでいきます。亡くなった坂本真一さんは社長時代
札幌の玄関口であります。この南口にそうした施設を新設することによりまして、少しでも地域経済の活性化に貢献したいと話しており、札幌駅の大型商業施設 JR タワー開業の立脚者で、 JR 北海道で強い影響力を持っていました。しかし2013年9月の貨物列車脱線事故以降、坂本相談役の責任を問う声も上がり、表舞台からは姿を消しており、今回の事件につながっています。中島直俊さんも坂本慎一さんも社長である以上責任はありますし、これについて批判されるのは仕方ない部分はあります。しかし味方側から足を引っ張られたり邪魔されたり攻撃されるとなると話は別です。この悪しき体質がなければ JR 北海道も苦しまず、元社長2人の命も無事だったかもしれないと考えるとやるせない気持ちになりますね。岡田由紀子、1984年に音楽賞などの新人賞を総なめにしてポスト松田聖子と期待されていた岡田由紀子さん。アイドルに憧れた岡田由紀子さんは1982年スター誕生に出演し、1984年に16歳で芸能界デビューを果たし、10個の新人賞タイトルを独占しました。デビューから2年後には松田聖子さん作詞の曲唇ネットワークが大ヒットし、オリコン1位を獲得と華々しい芸能界生活でした。しかしそんな岡田由紀子さんは1986年、まだ18歳という若さでこの世を去ります。この岡田由紀子さんの死によって、16歳の少女が岡田由紀子のようになりたいと自ら命を絶ったのをはじめ、1週間で8人が自殺、さらに21歳の浪人生が同じ現場で飛び降り自殺をするなど、1ヶ月で後追い自殺したファンは30人以上。この社会現象はゆっこシンドロームと呼ばれ、ショッキングな出来事としても記憶されることとなりました。岡田由紀子さんは亡くなる前に一度自殺未遂をしています。唇ネットワークが大ヒットしたたった3ヶ月後の4月8日、岡田由紀子さんは初めての一人暮らし4日目となるこの日、自室にガスを充満させ刃物で手首を切りました。一命を取り留めるも、その後所属事務所の7階建てビルの屋上から投身自殺をし、この世を去ることとなります。華々しいデビューを飾り、まだまだこれからだと思われていた岡田由紀子さんの突然の死。その自殺の原因は、当時遺作ドラマで共演した俳優の峯岸徹さんとの交際が原因ではないかと報じられましたが、峯岸徹さんはその関係を否定。岡田由紀子さんの母親も後に出版された本の中で申し訳ないと否定し、片思いだったと綴っています。岡田由紀子さんが自殺する直前まで一緒にいたというサンミュージックの福田時生元専務は、ザ・フライデー VTR 出演の際に岡田由紀子さんの死について明かしました。1回目の自殺は左手首を4針縫う怪我、話しかけても泣くばかりだった岡田由紀子さんに、福田氏がどこ行きたいと問いかけると、事務所に行きたいと答えたそうです。その足で2人は所属事務所に向かい、事務所に到着後、社長からの電話で福田氏が席を離れ、岡田由紀子さんと付き人の女性だけに。福田氏が電話を終え部屋に戻ると、もうそこに岡田由紀子さんの姿はなかったそうです。屋上に上がる階段には岡田由紀子さんが履いていたスリッパが揃えられ、7階建てビルの屋上から身を投げ命を絶っていたそうです。自殺の原因は不明で、憶測が様々に取り沙汰されましたが、性格的に生真面目で努力家な反面、精神的にやや不安定な部分があったことも後に事務所幹部などから語られているそうです。皆さんいかがでしたか？今回は芸能人を中心とし自殺で亡くなったと言われている様々な人物を9選にまとめてご紹介いたしました。それぞれもっと詳しいエピソードが気になる方は、動画のリンクが概要欄にまとめてありますので、そちらもぜひご覧ください。最後に、今まで私たちにたくさんのことを伝えてくれた方のご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もお願いいたします。それではまた。